生焼け事件。火葬場に行かれた方は分かると思うんですけれども、まあご遺体ね、亡くなられた故人様を火葬場に連れてきて、火葬が始まります。荼毘に付すという言い方をしますね。そして火葬が終わったら、お骨になって出てきます。でその、ご遺骨を次骨壺に納めて、で骨壺に納まった故人さんを抱いてまた帰るという、この火葬場の一連の流れってあるじゃないですか。でまあ当然のことながらそうなるのが普通なんですよ。本当に普通なんですけど、 100% それがちゃんと綺麗に滞りなくできたっていうわけではないんですよ。中にはですね、その当たり前のことができなかったことというのがこのやっぱり日本の、火葬の歴史の中ではありまして、それがいわゆる事件とか事故につながってくるんですけれども、その中で今の現状、僕としては考えられないような、事件というのがですね、数十年前に、これ日本の話です、中国地方のとある火葬場になります。そこでですね、そこの火葬場はまあ比較的小さい火葬場だったそうなんですよ。で2人体制で火葬場を運営していたと、2人体制でなんですけど、その常に2人いるわけじゃなくてですね、まあ1人、休暇を取って、この日はまあ1人だけで火葬場を運営しているというようなこともあるような火葬場だったそうなんですよ。である日、いつものように遺族さんと故人さん来られてですね、でじゃあ火葬しますということで、炉の中に遺体入ります。で火葬始まります、ね、火葬ボタンポチッと押して、点火ボタンを押して、でバーナーがボッと出ます。でその間じゃあどうぞご遺族さんなんかゆっくりしてくださいと、だいたい2時間ぐらい、ご遺族さんにはゆっくりしていただいて、でその間その火葬場職員一人で草刈りをしてたと。火葬場のね、施設内の、まあ真面目な方ですけどね、ずっと草刈りをしてたらしいんですよ。まあ僕はその時点でええー、と思うんですけどね、見ないのと、その火葬中のね ご遺体を。僕はもうどっちかやったらその火葬中のご遺体を見て、デレキっていう棒でこういろいろやったりして、こう押さえたりとかいろいろやってたんで、まあその時代もあるだろうし、まあ火葬場によってそのねやり方はそれぞれなんだけれども、まあそうなのかと。で結局その方は火葬中ずっと草むしりしとったんですって、火葬場のね施設内の。で時間、そろそろ時間やなということで、でそれでご遺族さんを呼んだと。どうぞ何々家様、お骨上げの時間ですと呼んで、じゃあ集まって、それではお骨上げを始めさせていただきますと。はい、ガーッと生焼け、真っ黒やったそうなんですよ。っていうね、それを見せられた遺族さんの気持ちっていうね、もうちょっとね想像だにできない。まあもし僕がそのね場面にいて、もし自分が火葬場職員だったら、いやこれ土下座なんてもんじゃ済まないだろうっていうようなね、まあすごいことが実際に起こってるんですよ、火葬場で。はい。でこれなぜそういうことになったのか、まあ言うと、まあ点火ボタンを押してですね、そのバーナーに火がついてボーッとなりました、火葬が開始しましたというところはその火葬場職員は、確認してるんですよ。でそのただそこからずっと草むしりしてるでしょう。たまたまその火葬炉がね不具合で途中で火がふって止まったんですって。で火が止まっていることに気づかずにそのまんま草むしりをしてたと。で時間になった、時間になって、で見た時になんか火が止まってたから OK みたいな感じなんでしょうね、どういうあれか分からへんけれども、でそれでもう火葬終わっていると思い込んで、それで出したんですって。そしたら真っ黒、生焼け状態っていうことなんですよ。まあ今ではねちょっと考えられない出来事なんですよ、本当に。そもそもね、そもそもなんですけれども、まず火葬中にやっぱりその見て確認はずっとするもんだと僕は思ってたんですけれどもね、普通はそうだと思うんです。全国の火葬場でも大
大抵そうだと思います。ほとんどそうだと思います。まあ、100% とは僕ちょっと言い切れないんですよ。わかんないんでね。すべてこう、聞いていったわけじゃないからわからないけれども、まあまあそうでしょう。で、プラスですよ。プラス、もう最近のね、火葬場でしたら、まあ、お骨上げをする前に、職員が一旦、その火葬のダミーに付されて終わったお骨、お骨、ね、を、一回遺族さんに見せる前に確認したりするんですよ。前室っていうね、まあちょっとこれもねまた違う動画で、ちょっと詳しく説明しようかなと思ってるんですけども、まあ実際にこう焼く炉があってですね、でその前にこう前室というのがあって、で その先がさらにこうホール、実際に遺族さんとお骨上げするところみたいな感じで、こう火葬を実際にする部屋と そこの、外のホールの間にこう前室って言ってね、本当に前と後ろの前に、で室内の室なんですけども、でそういうところがあって、でそこで職員が骨を確認するっていうことができる火葬場も今どんどん増えてきておりましてですね、でそもそもその遺族さんにお見せする前に確認もしてないやなっていうふうに、思いましたけども、まあ、こういうことが実際にあったということなんですよね。まあ現代ではね、まあこれもね 100% じゃないですよ。絶対にないっていうのは、これ葬祭業されてる方はみんな皆さんそう言うんですけれども、まあ、絶対というのはないのでね、なんですけど、まあほぼほぼ 100%、まあ、これからそんなこと起きないだろうなと思うんですけれども、まあ、過去にそういうことがあったというお話でした。ではまた。火葬場チャンネルでは皆様からの質問をコメント欄より募集しております。その質問の中から答えられる範囲でこの番組内で私がお答えさせていただこうと思っておりますので、よろしくお願いいたします。